吉田さんと水野さんをいっぱい撮りたいんですけどね、久々に来てもらったんで。いやいやいや、全然そんな、やってください。中村さん、あの吉田さんのあのシュート止めなきゃダメですよ、ロングシュート。あの練習の時の反応してなかったでしょ、ドーンって打たれて。あの勝っちゃうやつ、うん、どあの違う、あの練習のやつ、練習で。ああ、はい、ね、早いですね。彼のボールは早い。あの練習でもいいじゃないですか、なんかすげえ上手い人とか、ね、シュートがすげえ人来た時に、ね、後入ってくると突っ込んで、やっぱり緊張感があるもんね。やらっこい遠くるので。あ、マジですか。いや、これ声が落ちてる。いや、いいのいいの、大丈夫。あの音楽で消すんだよ、最近は。でも確かにロングシュートって特に目が悪いもんに見誤りました。ああ。カッチャンだと、もうちょっと反応できてたら止まれたんですけど、左で一本じゃ無理だ。なんかね、あのフットブレインっていう番組でね、見るのすごい大事ってやってましたよ、目のトレーニング。勝也さんがやってたっけ、勝也さんだっけ、俳優やってる。そう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 。あとでその目のトレーニング の, あのお伝えしましょう。伝授ですか、見るのがトレーニングですか。そうです、そうです。もういろいろあります。あの見る、あの目を動かすこととか、はい、数字がパッて出て消えるやつをすぐ覚えるやつとか、いろいろあります。あれダメ。はい、5桁ぐらいの数字をパッて出て数消してとか、あとはもう本当に目を動かすのが大事っていう。動体視力だね。はい。巨人もやってるってました。もう負けちゃいましたけど。でもまあリーグではダントツでね。そうですね。はい。そうっす。キーパー変わってください。吉田さんと水野さん、年近いんですか。あ、そうですね、あの向こうはあれ僕の僕29なんですけど、33です。いや、上はいいと思います。間違いないです。僕3つ下ですけど、大変ですもん。あ、そうなんですね。はい。もう間違いない。あ、奥さんが下ですか。そうです。僕はそこら辺の、ま、あの町ですね。いわゆる町です。すごい大雑把ですね。特にあの先週元気じゃないですか。そうですね、はい。お、早い早い。いやー、いいの取れた。これ一瞬ガチでやってる。一瞬ガチの二人が取れた、これ。さあ、ゆっくりでもいいから止まっちゃダメですよ。ポジションチェンジしながらゆっくり、ゆっくり動くだけでもボール回りますんでね。おお、いやー、決めてほしかったよ。惜しい。すごいナイスアイデア。なんか緑いい攻撃してるぞ。さあ青も連動して、
そうですね、フォローの動きが入って、またフォローの動きが入って、引っ張る動きがあるといいですね。いや、すごいなんかいい動きになってます。そうです。しかもあの会員ナンバー1番です。そうです。昔は坊主頭の可愛い子でした。そうです。シュートシュート